さん、ヘイラシャイアイドル教室のアリス、リンナです。はい、ということで今日はですね、私たちのポッキーゲームがすごく大好評だったので、はい、またこの企画をやるんですけれども、はい、なんと今日で最終回となってしまっております。何回目なんですかね。でも意外とめっちゃやってきたし、はい、みんなでも結構やってたりはしたんだけど、はい、そう、2人っていうのがもう今日でちょっと最後みたいな感じなの で、うん、思う存分やっていきましょう。はい、はい、今日は曲に合わせて皆さんに私たちのポッキーゲームをお届けしたいと思います。どうぞ。わー、なになに、元気止めてた。緊張してきた。緊張するの？はい、うっそ、え、確かに。やばい、口臭かった。あ、ちょっとさっきニンニクのやつ食べちゃった。いきます。はい、やだ。ダメだ、今日笑っちゃうよ。今日めっちゃ笑っちゃう日かもしれん、うち。どうしよう。え、こんなでかかったっけ？確かにでかい。でか？でかさ増した。あ、すごいいいじゃん。綺麗に取れそう。
ですか。はい、できました。緊張するっていうよりも、なんか実は大食いっていう。そうなんですね。食べるのが大変でした。ハードでした、はい、今回も。でもチューはいつでもできます。はい、できます。私勘違いされてるんだって、うちらたまに。あ、そうなんですか。やっぱアイドル教室知らない人とかは、はい、なんか本当にうちらがそういう子って思ってる人も、カップルみたいな、なんかそういう組み合わせ的なとか、なんか本当に女の子好きみたいな。あ、で勘違いしてる人いたよ。あ、そうなんですね。違います。男性が好きです。はい、男性が好きです。これで結構知ってもらった方も結構いるじゃないですか。確かに。なんかめっちゃ一時期それでファンめっちゃついたよね。はい、インスタのフォロワーとかめっちゃ増えるし、すごい増えた時とか。でも大体なんか最近のファンの人って入りポッキーゲームからの、そうですね、なんだこの子たちみたいな、何やってんのみたいな感じで、でもちょっと面白いから見て、その後に多分ライブ動画とか流れて、うん、
ギャップがすごいってことで、うん、なんかより興味持ってくれる人が多かったんで、うん、はい、なんかうちらのポッキーゲームのおかげで絶対アイドル教室いや本当に増えたよね、はい、来てくれる人、うん、だからやってよかったなって思っております。今までありがとうございました。たくさん見てください。本当ね、これを機会に知った方もまだまだ会いに来てもらえたら嬉しいので、はい、お待ちしてます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。